そうしましたら艶消しのブラックを吹き付けていきたいと思います。結構薄い目に、溶いてます。これをあの木目に沿って、様子を見ながら吹いていきたいと思います。全体的にツヤが、少しね落ちて黒くなってきました。はい、この状態で次は、クリアレッドですね。クリアレッドを混ぜて、もうちょっと塗っていきたいと思います。概ね、まあ、汚れ等も目立たない、感じになったんじゃないかと思います。半ツヤ消しぐらいの、感じになってると思います。ちょっとですね、ザラつきが、大きいかなという感じがして、ちょっと白っぽく見えるので、コンパウンドでね、磨きたいと思います。あまりやると剥げちゃいますので、そーっとそーっと少しずつ様子を見ながら、はい、それではこれで、完成という形にしたいかと思います。ピカピカではなくてね、ちょっと半分半ツヤぐらいの、仕上がりになってます。